手相。あったら、正直やばい手相5選。対策は、今すぐ確認。仕事、健康、金銭。人生において、大切な要素はたくさんありますが、今回は、これらが脅かされているかもしれない。あったら、正直やばい手相をシェアしたいと思います。何がやばいのかが分かれば、おのずとご自身で対策法も分かると思いますので、早速確認していきましょう。1. 心臓や循環器系が弱い手相。心臓や血管などの病気は、がんに次いで死因として多い怖い疾患です。手相には、手首のやや上のあたりを起点に、小指の方向へ伸びる健康線という線があります。この健康線が生命線とくっついている、または突き抜けているケースでは、心臓や循環器系が弱い人が多いと言います。代表的な疾患としては、動脈硬化や高血圧、心筋梗塞などがあります。毎日の生活習慣が多分に影響しますので、こんな手相があった場合は、より注意するようにしましょう。2. 運命線に複数の障害線。運命線とは、手相の基本線の一つで、仕事を中心に人生全般の運命を表すとされます。手首の方から中指に向けて伸びる線です。そんな運命線を打ち消すかのように、図のような横線が複数あった場合、あなたの人生に重大なトラブルが起きる可能性があると言われます。トラブルが仮になかったとしても、運気は停滞していると言わざるを得ません。物理的なハンドケアで障害線を薄くする努力をしましょう。また、意識して物事を前向きに捉え直す癖をつけて、自らの運を切り開いていきましょう。3. 薬指下の縦線にあるシマ。薬指下の膨らみ部分は太陽球と呼ばれます。その太陽球にある縦線は太陽線と言われ、成功者の代表的な手相の一つです。お金、名誉、仕事での成功、人気、これらすべてを太陽線は表します。しかし、この太陽線に島があると、太陽線の意味を薄めてしまうほか、すでに築いてきたお金、名誉、人気などをすべて失ってしまう可能性があります。勝って兜の尾を締めよという言葉がありますが、まさに自分を戒めるべきタイミングだと言えます。4. 健康線の状態が。先ほどお伝えした健康線の状態にも着目してみましょう。もし図のようにキレキレになっていたり、ほくろやシワがある場合は、健康が脅かされている可能性があります。一般的にはキレキレの場合は消化器系、シワなどがあれば呼吸器系の疾患が疑われます。5. 親指下の膨らみが薄く、横線がある。親指下の膨らみ部分は、筋性球と言われます。この筋性球自体がふっくらしておらず、薄べったい場合は、行動力が減退気味です。場合によっては、世の中が嫌になってしまっていることでしょう。さらに加えて、図のような横線が多く入っているのであれば、あなたの心は、消耗しきっています。恋愛、仕事、家庭、あらゆることで悩み、ストレスが多い状態です。このような状態の時は、思い詰めず逃げることも考えましょう。一旦逃げて休んで、リフレッシュした状態でまたチャレンジするのかしないのか判断するのが賢明です。あなたにはこれらのやばい手相ありましたか？もしあったのなら、ぜひ受け止めて、毎日の生活を改めて見てくださいね。また、言わずのがなですが、
手相はあくまでも占いですし、その考え方はたくさんあります。あなたに都合の悪いものは無視するというのも一つの考えです。ぜひ参考にしてくださいね。